皆さんこんにちは、エスペランサの伊藤です。今回のエスペランサ TV は第540回目のエスペランサ TV です。今週は、ジュネーズの選手たちに、先週の振り返りだったりとか、あとは今週末の試合に向けての意気込み、今後の試合に向けての意気込みを聞いてますので、ぜひご覧ください。エスペランサ FC54 番江川氏です。前回は 6-0 で負けちゃったんですけど、何回かしか自分たちのやり方ことを何回かしかできなかったんで、あと守備で反応が遅れてしまったところやパス少しなパスのズレから失点が生まれたり、全体的に少しのチームのやりたいことができてなかったと思います。自分は中にドリブルすることが多かったんですけど、どんどん縦からオーバーラップして得点に絡むということがなかったので、そこをもうちょい頑張っていたいなと思います。次の試合はどんどん得点に絡んで絶対勝ちます。Vamos, Esperanza! Esperanza SC47 番池陽次郎です。自分たちでやりたいことが何回かしかできなかったので、次からはもっとやりたい。もうちょっとディフェンスラインでボールをもらってサイドに振ったり、1対1では負けないようにしたいです。もっと自分たちで、やりたいことをやって勝ちたいです。 Vamos, Esperanza! Esperanza SC1 年生の長谷川大地です。チーム全体でチームがやりたいことができなくて、あと6失点して大量失点で点も取れなかったので、ちょっと残念な試合でした。得点につなげれるプレーが一切できなかったのと、運動量が全然まだまだなので、次の試合に向けてそこを直していきたいと思いました。チーム全体で考えを統一して次の試合は勝ちたいです。バーモンス・エスペランサ。エスペランサ SC92 番の久保田俊平です。自分たちのやりたいことが、3回か、その数回しかできなかったので、そこです。もっとチームを鼓舞して、そして自分はもっと自信を持ってプレーすることです。次は無失点で抑えてチームにいい 声かけをして自信を持ってプレーすることです。バボス、エスペランサ。エスペランサ市スクール生、まだまだ募集しております。大船と野尻2カ所で月曜日から金曜日まで毎日やっております。大船は水曜日と木曜日だけ、のしりは月曜日から金曜日までやってます。ぜひ体験してください。あとはトップチームのセレクションも選手まだまだ募集してますので、12月7日、のしりグラウンドでセレクションぜひ来てください。前後レッツゴーナップ、今回はこちらです。今回も、動物シリーズ2ついきたいと思います。はい、1つ目ラタ、2つ目ティグレ。ラタっていうのは、ネズミです。はい、で2個目ティグレっていうのは、スペルっていうかその文字を想像してみるとなんとなくわかると思うんですけど、トラですね。ティグレ、トラです。アルゼンチンにはティグレっていうチームがあります。エンブレムも思いっきりトラですね。ちょっと調べて、見てください。今週末の予定です。今週末はトップの石原カップ、グループステージの最終戦が、日曜日にあります。あとは15の A と B の、リーグ最終戦ということで、ジュネスにおける最終戦ということで、ぜひ勝利を掴みたいと思います。あとはダビデの試合もの知り合いありますので、ぜひ見てください。今回のエスペランサ TV はここまでです。また来週も見てください。さよなら。